どうもこんにちは、オーケストラを指揮してます平野志陽と言います。今からベートーベンのピアノソナタ第8番の悲壮の2楽章のちょっとね解説をしていきたいと思います。はい、カンタービレ、アダージョ、リューリラ。まあアダージョってね、モーツァルトとか入るんだとなんか必ずしも遅いっていう意味じゃなかったみたいな定説が実はありまして、ベートーベンだとね、ただ やや遅い感じするんですね。ベートーベンぐらいだと作曲家がその速度のこのイタリア語に対してどういうイメージを持ってるかって人それぞれな部分もあったのかもしれない、時代とかに応じてね。でこれ4分の2なんで、まあ2拍子ね、うん。で、フレーズの作り方ですよね。最後はスラスタッカート。くさびだったんじゃないかな、ベートーベンだったら。軽すぎる。軽すぎない方がいいですね、だからね。うん、途中から移り変わっていきますね。でドミナントかトニックの関係常に大事なんで、こっちが緊張で解決。
レーションが非常に大事で、ティラ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 Oh
まあ音楽は言葉っていうかね、うん、言葉をしゃべるように全部そういうふうに書かれてますね、この曲に関してね。由来してるね、この人音楽の場合はね。はい、ってなことでね、解説していました。はい、はい、ってなクラシック音楽のトピック中心に取り上げてます。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンを、動画内容良いと思えたら押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。失礼します。